皆さん、おはようございます。みやたんです。今日はまたまた朝から和歌山に向かいますよ。配達ですね。なんか最近和歌山当たるのめっちゃ多いんですよね。で、今からね、あの和歌山の方にね、荷物をね、下ろしに行って、で、下ろしてからまたね、和歌山でね、また荷物を積んで、で、堺の方にね、運ぶという、お仕事ですね。はい、これは岸和田泉インターですね。ここで、高速にね、阪和道ですね、乗ります。よいしょ。飲料ですね、今日の荷物はね、ちょっと重たいですね。はい、右よし、左よし、歩行者よし、後方よし、よいしょ。ねえ、右の方気をつけてね。よいしょ。はい、でね、岸和田泉インター、料金所ですね。これはもちろん、20キロ以下で、まあ、20キロ以下 もしくは20キロちょうどぐらいで、ゆっくり通過しましょう。はい、よいしょ。あ、重たいですね、今日も。引っ張ってるって感じしますね、なんかこうね、牽引ですからね、牽引はい、今日ね、朝ね、ツイッターには上げてたんですけど、僕朝バイクで出勤しようかな思ってたんですよ。でも荷物が僕多いんで、機材やカメラとかなんかね、いろいろ化粧品とかなんかいろいろね、普段みんなが持ってないような、男の子があんま持ってないようなものを、まあ、日焼け止めだったりとかね、眉ペンシルだったりとか、なんかいろいろお化粧セットだったりカメラセットが要件あるんでね、人よりやっぱりこう荷物が多いんですよね。だからバイクで行くとなると結構なんか背中とかお腹に巻きまくってるなんかね、ヤドカリくんみたいになるんでね、で、まあもう車で行こうと、ね、で車で出勤してコンビニでサンドイッチとかおにぎりとかね、買ったんですよ。ほんならプワー雨降ってきて、よかったみたいな、まあ、ツイッターで言うてますけどね、ほんまよかった。バイクやったらあれね、また引き返さなあかんとこやったっすよ、ほんまに。ね、今日もね、一日安全運転でね、お仕事に努めてまいりたいと思います。はい、それではね、和歌山に向かって阪和道を使ってね、行きたいと思います。それでは今日も一日よろしくお願いします。
お疲れ様です。終わりました。とりあえず午前の部は終わりました。で、和歌山で飲料を荷下ろしして、で、まあ、また和歌山から和歌山に移動してね、今和歌山のまたまたあの水軒に来ています。で、ちょうどね12時回ったんで、12時から1時の間はね、まあ、工場が、休憩に入るんでね、あのいつもの水軒のファミマで、このおにぎりのこのお弁当を買ってきましたと、飲み物はこの緑茶じゃないわ特茶を買ってきました。はい、それでは早速いただきます。いやー、今日はね昼からね一軒済みなんですよ。やったーみたいな、一箇所済みみたいな、もう1年に1回あるかないかぐらいちゃうかな。まあ運というか引きというか、まあ、少なくても 2,3 軒はあるんやけど、まさかの今日はねえ、みやたん今日あれやで、一軒済みでって、マジっすかみたいな、めっちゃ嬉しいみたいな、ありがとうございますみたいなね。でまたねケツね、あのまた堺の方に荷物持って行って、その後のこの箱をね違う人が引っ張っていくんですよ、関東上がんのに。だからゆっくりはしてられへんですよね。なるべく早く終わらして、次の人にね箱をね、バトンタッチしないといけない、っていう状況でございます。まあトレーラーはそれができるからいいですよね、箱を切り替えてバトンタッチっていうね、トレーラーの魅力のあるところですよね。はい、それではもう僕の大好きなこのおむすびセットをいただきますよ。はい、じゃあねおむすびセットを食べながら、今日のね、毎日動画はねお別れしたいと思います。っていうか箸入れてくれてる、箸、あ、よかった、箸入れてくれてた、よっこいしょ、あー爪楊枝落ちた、爪楊枝が、いただきます。よいしょ、よっ、うん、あー美味しい、あー美味しい、あーあー最高っすね。みんないつも食べ方汚いとか言う人もおるから、最近ちょっとねこれを覚えたんですよ。手を当てながら喋るっていうね、結構みやたんの中でお上品にしてるつもりですけど、はい、どうでしょうか。はい、これで大丈夫ですかね、口の中は見えないですよね。はい、ってことでね、あのはい、ってことで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。みやたんでした。バイバーイ、ういー、Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes.